はいどうも、こんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はですね、新企画を始めたいなと思います。名付けて、全球団純正リア対最強オーダー考えてみたです。<laughs> はい、ということでですね、前の動画とか配信とかで、まあ、この企画をやりたいっていう話をね、 えー、していたかなと思うんですけれどもも早速やろうということでツイッターで募集をね、えー、こんな感じでさせてもらいましたら大量に、えー、リプライが来ました本当にありがとうございます、まあ、改めてねこの皆さんのプロスペースへの熱量そして純正の熱量オーダー作りの熱量というところを感じた、えー、ところであったんですが、まあ、そのね、えー、皆さんの熱を受けて、まあ、僕も朝方までね及ぶ、えー、長時間のこのデータのね整理をするというところの配信を経て、えー、ついにですね えー、完成がしましたので、まあ、今回からね動画でやっていこうかなと思いますでこれを何でやるかっていうと、まあ、今年もですねスピリーグの開催がまず発表になりましたし、まあ、そこでねやっぱりこう純正の熱量というところが、えー、上がっているよという人も多いんじゃないかなと思いますでは、まあ、僕自身もねこのスピリーグ1年目選手としてやらせてもらったりとか、まあ、去年解説としてやらせてもらったりとかっていう立ち位置ではあるんですけどいろいろな面からですね、まあ、盛り上げていければいいかなというふうには思ってますので、まあ、そういった思いから 今回やっていきたいなと思ってます。で、この動画に関してはね、純正をやってる人も、これから始めようと思ってる人にとっても参考になると思いますし、リアタイにおいてももう究極今やってないという人とか、逆にまだやったことないとか、あんまり本気でやってないという人とか、逆に本気でやってる人にも、すべてのユーザーにおいて刺さる動画なんじゃないかなというふうには思いますので、ぜひ最後まで楽しんでみていただければと思います。で、今回はですね、1本目ということで、ちょっと最初に比較の説明をね、しておこうかなと思います。その名の通り、今回の動画ではですね、 球団純正のリアタイ最強オーダーを考察するという企画になっています。で、まあこのオーダーを考える上で2015年から2023年まで、まあ、約8年近くの、ます、あ、てのシリーズを含めて。 考察をしております。まあ、ただその中でシルエットの選手と、あとは現状大会で使えない最近の侍ジャパンの選手たちっていうところは除外しています。まあ、なんでランク戦の目線とか、まあ、あとは e スポーツ大会予選以外でのまあベストオーダーとかってなってくると、まだちょっと話は変わってくるんですけど、まあ、今回あくまでもスピリーグに絡めたいなっていうのもあったので、まあ、こういった感じになってます。 で最強オーダーという、ねえー、名前で言ってはいるんですけれどもやっぱり結局リアタイって個人の使用感とか、まあ、好みみたいなところも出てくるので、まあ、これだけが正解っていうのはもちろん全くもってありませんだしその上でやっぱこっちの方が強いんじゃないかとか、まあ、この選手使用感いいぞみたいなとかっていう意見は絶対に出てくると思いますでもそこも込みでこのシリーズの面白さかなというふうに個人的には思っているのでぜひ、まあ、ですねそういった思い 意見などなどあればですね、えー、コメント欄にて書いていっていただければと思いますで今回からですね12本の動画に分けて、えー、1球団1本の動画でねもうじっくりと深掘っていきたいなというふうに思ってますので是非、まあ、これを機にねまだチャンネル登録とか通知登録とかしてなかったよって方は、えー、していっていただければと思いますじゃあもう早速第1個目の球団やっていきましょう本編どうぞさあということで記念すべき第1回目の球団は中日ドラゴンズです <laughs> ま、中日に関してはね、結構あの、最強オーダーに近しい方が何人かいらっしゃったりもして、非常にね、テンポ良く、あまり悩むことなく、すんなり決まったっていう、球団だったかもしれないです。ご協力いただいた方々ありがとうございました。じゃあまずね、投手から見ていきたいなと思います。投手はですね、ま、あもう今画像も出てると思いますけれども、やっぱ一番の強みは、タイプが被らない強投手が多いっていうところかなと思ってます。ま、ツーシーム A のね、大野さんに始まり、ま、あとは今、現環境でも最強投手の一人とも言えるロドリゲス。 選手もそうですしまた、吉見選手この中でも結構キーなのはに吉見さんの2018シリーズ2スピーリーグ監督で直近は出てるんですけどそれよりも、まあ、過去の通常の吉見さんですね。 これを持ってるかどうかは結構中日純正のローテーションを考える上でも大きな差がつくところなのかなと思ってますねでも、まあ、あとは柳選手松葉選手という右左で、まあ、あとは好みに応じてここに入ってない小笠原慎之介選手とか松坂大輔選手とかっていう先発候補もまだいるということで、まあ、その辺はこう実際に自分で使っていく中で配球してみて、まあ、得意不得意みたいなのが出てきた時にこう入れ替えられるっていう層の厚さっていうところもこの中日純正の武器かなと思いますでは中津 投手時見ていっても、まあ、こちらもですね、わりかしこうタイプがばらけているというか、まあ、鉄板に強いツー、まあ、スプとかのライマルもそうですし、まあ、あとはしっかり左でも強いピッチャーがいるっていうのがね、まあ、素晴らしいポイントかなと。 で、それぞれ披露した時にもですね、まあ、左ピッチャーで言えば岡田選手がまだいたりとか、また右で言っても又吉選手とかがまだ控えてますので、まあこのあたりもね、やっぱ層の厚さですよね。まああとはこうやって見ていくと意外とね、タイムスリップ OB っていう選手は少ないんですよね。まあ過去シリーズが必須になってくる選手はちらほらいるんですけど、タイムスリップ OB で獲得しないといけないのはこの中で見ると浅尾さんだけっていうね、いうところで、まあ投手は比較的現役が多め。 というラインナップになってるかなと思います。続いて野手です。はい、野手ですね。こんな感じです。まあ、もうね、ロマンの塊よね。特に僕ぐらいの世代の人とか、まあちょっと上の世代とかにとってはロマンの塊と言えるんじゃないかなと思います。まあやっぱり一番最初に目に行くところはやっぱライバ含めて12球団このトップクラスの守備陣かなと思うんですけど、それでいてなおかつアーティストもしっかり5人いるんですよ。まあそのうち1人の大島選手は まあ今回このベストオーダーの中には入ってないんですけど1人溢れる溢れてしまう可能性があるぐらい野手も層が厚いですここに入ってないラインナップでいうんだったら大島選手もそうですし、まあ、江藤選手あとは立浪さんも入ってないしでさらにはファースト守備 B も持ってるビシエドさんも外れるぐらいなんですよ、まあ、ここに関しては考え方次第で守備をもっとガチガチにするっていうのであれば落合、まあ、さんのとこにビシエド選手入れてマルティネス選手のとこにキャッチャー谷繁さんを入れると守備の見栄えはめっちゃ良くなるんですけど、まあ、その分ちょっと打力が まあ、多少落ちるかなっていうところになりますよね。でも、あとは結構二遊間とかは、もう代打がありきなので、まあ、代打の出しどころを増やせばですね、こう、バランスを変えることも、まあ、できるかなと思うんですけど、まあ、この辺は、まあ、ベンチワーク含めて、まあ、いろんなバリエーションがあるのかなっていう感じではありますね。で、続いて打順ですね。まあ、打順に関しては、これ、まあ、どの球団でもそうなんですけど、結構やっぱ、ここは一番ね、好み出る部分なんですよ。なんで、まあ、僕がこのメンバーで打順を組むなら、こんな感じかなっていうのが、まあ、今回も、この中日でも打 出してるんんでですすけどこんな感じですねでやっぱこれを見るとね圧倒的に右が多いですね代打出すポジションは789のところで、まあ、宇野選手とかまたパウエル選手森野選手あたりを出すみたいな感じで、まあ、守備に高橋英選手とか、まあ、パウエル選手そのまま入れるとか、まあ、宇野さんがショートでアーティストなんでね、まあ、そこも大きいっていうところで、まあ、代打も含めればですね1番から9番までで降格ないのを1人だけ宇野さんのところぐらいじゃないまあ、もうほぼほぼ全員降格というレベルになってくるんですよねでまあ特 の力要素っっててていいうとところはは、まあ、そんなななに大きくか思例えばチャンスメーカーとか持ってるとねこう打順1番に置きたいとかっていうのが出てくると思うんですけど、まあ、そこまでもうテンプレでここはこれだよねっていうのは、まあ、少なくて、まあ、自由度は高いのかなっていう印象ですね。はいということでですね、まあ、この中日純正それぞれ見ていったんですけれども最後にこの総合評価。 えー、今、ハテナになってたと思うんですけど、そこをして終わろうかなと思います。中日純正の総合評価、こんな感じです。はい、投手力力力5 5 5打撃守備力5獲得しやすさ3の厚さ3 4というね、えー、評価にさせてもらいました。ちょっと説明をすると、獲得のしやすさって何が影響してるかっていうと、まあ、やっぱりまず OBTS がどれぐらい率を占めてるかっていうところと、あとは過去シリーズがどれぐらい必須になってくるか。 っていうところですね、まあ、いくら通常とはいえもう二度と手に入らないぐらいの激レアな選手とかが、まあ、必須になってくるとやっぱここは必然的に下がってきますし、まあ、今から再現しようってなった時に、まあ、どれぐらい大変かみたいな。 まあところを表す指標と思ってもらえればいいかなと思います。で、まあ、層の厚さっていうのはその名の通り、まあ、こういう他の候補もいるよねとか、代用がどれくらい効くかみたいなところも込みの評価が層の厚さっていう感じになってます。で、まあ、投手打撃守備力に関してはもうそのままなんで、まあ、なんとなくわかるかなと思うんですけど、まあ、中日に関してはもうこれ見てもらったらわかる通り、本当に攻守のバランスがね、非常に高いです。で、まあ、純正で強いチームってなった時になかなか名前上がってこない人もね、 まあいるんじゃないかなと思うんですけど中日はねめちゃくちゃ強いですまあ、ただ野手に関してはやっぱ OB と TS の比重が非常に高いのでまあそこは結構重要になってくるかなとで逆に投手に関してはまあ現役でもある程度はまあ回せるレベルにはなるかなとまあ、とはいえでも大野選手の過去シリーズとかもうロドリゲス選手も今のシリーズ以降まあどうなるか分かりませんしっていうところもあるのでまあやっぱりこの辺はどうしても多少ね 先行者利益というかまあ、ただね、さっき野手は OBTS が重要とは言ったんですけど、将来的に野手の部分もですね、細川選手もそうですし、また石川拓也選手とかもそうだし、福永選手とか岡林選手とか、もういっぱいたくさんいい選手がね、今後能力が楽しみな選手とかもたくさんいるので、将来性という部分もね、ここは期待してもいいんじゃないのかなとは、個人的に思ってますね。 はいということで、えー、以上今回はですね全球団純正リア対最強オーダー考察企画第1回目中日ドラゴンズ編ということで、えー、やっていたんですけどもいかがだったでしょうか、まあ、こんな感じでねちょっと他の球団も、えー、残り11球団じっくりとやっていきたいなと思ってるんですけど是非、まあ、<あ>ね、えー、この動画を見て この企画の感想とか、またはこの中日のオーダーに対するね、まあ、ご意見、感想などなど、えー、コメント欄にて書いていっていただければというふうに思います。ということで、ぜひこの動画、少しでも参考になった方、この企画、楽しんでいただけた方高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。